サンドスは1870年に設立されたスイスの時計メーカーである。A1968 マガジンアドーブ、サンドーボッチズ・イン・ペルシアン、ザン・イ・ールーズ1697年、スイスの入社テルでデビッド・サンドスがラショード本教会の時計を製造したことから始まった。1748年、アブラム・ルイス・サンドスが時計業に従事するようになり、入社テル全体に 機械式時計の制作が地域産業として拡大する。1751年、ジャック・サンドスが懐中時計を制作した。その制作された懐中時計は現在、ラショードフォン国際時計博物館に収蔵されている。1870年、ヘンリー・サンドスがアメリカ製の機械工具一式揃えて自社工場を設立した。そして、 サンドスの時計モデルは1878年のパリ万国博覧会で銀賞を獲得した。しかし、クォーツショックを受けて工場が休眠状態となった。1950年、サンドスは自動巻き腕時計サンドス 333HSF56 が誕生。2000年、スペインのムンレコグループがサンドスブランドの権利を獲得した。二千九年、サンドスは 日本に上陸し腕時計を展開する。ありがとうございます。